はい、これから群馬県の上総温泉に行ってきたいと思います。レッツゴー。だからね、ここをね下っていきます。そうするとね、上総温泉があります。でもね、もうねすごいね、11月なんですけども、雪が積もってますね。大変なことが起こりました。ここに来てね、順調だったんですけども、高さ20メートルぐらいある滝に遭遇しました。これね、どっから降りればいいの？相当ハーディーだね、これ落ちたら死ぬね。はい、というわけで、ね、滝下り成功。あ、こっちから来ました。ここは這いつくばって筋トレしといてよかったです。そしてね、氷の結晶ができてます。すごくない？超綺麗。めっちゃ綺麗だな、これ。ここも滝だね。ここも滝なんですけど、先人がね、ロープつけてくれてますね。ありがたい。ここに来てね、なんか湯気が出てきたんですけど、湧いてますね。見てください、ここ。どまどま出てます。すげえすげえ。だんだん格差が近づいてきたようです。黄色い石粒がビタビタです。うわ、ここも滝だ。滝何個あんのってここだ。はい、というわけで、最後の滝なんですけども、上から来た場合ね、おそらくルート的にはここの石をね伝ってその岩場で下っていくと思うんですけど、かなりね11月で雪がねあってね、滑って危ないですね。なのでこの笹をですね巻いて今ここに来ています。そしてそのままこちらに下っていきます。ということで、突入ました。ございます。なんやこれ、なんか滝壺のとこから湯気が出ただけやん。なんかめっちゃすごい。ただ滝つぼから湯気が出ただけやんと思ってるね。さあ、戻らないね。あ、戻ってるさ、ごめんなさい。なんか、すごい黄色くなってるし、なんか毒々しいし。なんと、こちらに垂れ流れてる水。温泉です。まさかの無料です。信じられません。有名の格差。念願の格差でございます。やったー。やりましょう。この景色を見ながら、すごいねこれ。ちょっと全体像を見ていきましょう。すごい、至る所から湧いてます。いや、すげえなこれ。見てこの湯気の量。もう11月なんで寒いんでね、すげえわこれ。いろんなところに、ね、湯船があります。ここはこっち沢っぽいね。すげえすげえ。あー、温度どんくらいだろう。あっつ、こっちあっつ。50度くらいある。こんな感じ。あ、ここが湧出地帯だ。こっからドバドバ湧いてんだ。すごいすごい。見てください。それでこの滝のね、水とね、ま、入り混じっていい温度になってるんですね。ここら辺から湧いてるよ。というわけで、ね、下の方も見ていきましょう。で、あっちにも湧いてるね。あ、ここでも湧いてるわ。あ、こっちも50度以上あるな。はい、というわけで、有名のカグサやってみました。今のところで、ね、温度を測ったんですけど、どこも50度なんで使えないですね。でも、いつだったら、この手の剣で水を入れて使うことができます。よし、よし、食べます。いい感じです、いい感じです。あー、めっちゃ気持ちいい。うわ、やばい、アドレナリンドバドバです。最高、めっちゃいい。風がやばい。もうね、体が痛いです。これなんて痛いかって言うとね、 pH 相当低いです、これ。これ 1.7 分、あ、痛い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 。最高っすね。めっちゃ気持ちいい。いやー、このね、ビジュアル、これを見ながら近づいて、こっちの目の前を見ればね、この山々の景色が最高でございます。ということで、ぜひ皆さん、かなり運動大変ですけど、ぜひ使ってみてください。今回第一歩になります。
ぜひ家族旅行や新婚旅行で来てみてください。奥さん絶対喜ぶと思います。はい、それでは元素晴らしい経験者ご紹介します。帰ります最高でした。大大満足。いやー、最高に経験者です。どうも。はい、というわけでかぐさ疲れ終わりました。師匠にベビーハムをいただきました。これがうまいんだ。の湯使った後のベビーハムは最高です。